はい、いつもありがとうございます。タカです。今回のやつは今回ね、こちらのお話にはなるんですけれども、まあね、各社メーカーからね、まあ新作のルアーが何が出ますかっていうことがポロポロ出てきてると思います。で、結構ね、こう周りの知り合いから、まあいろんな人からね、話をしていく中で、ジャッカルのね、新製品っていうの結構話題になってたりします。まあいろんなね、各社メーカーのルアーが出てるんですけれども、ジャッカルが特になんかいろんなものが出てて、ジャッカルすごい気になるよって人がね、結構、多いかなと思います。ただね、そんな中で、ね、やっぱ突出していたのは、やっぱこちら。はい。ダウズスイマーですね。これはまあ220というモデルになります。これにあと180と、次出たのがダウズスイマー400ってやつですね。はい。で、かなりね、こう話題となったダウズスイマー400なんですけれども、まあ予定販売数もね、到達したので、もう売り切れになってるのかな。はい。そんな感じでね、いわゆるね、こうビッグベイトというジャンルではなくて、そのさらに上を行くジャイアントベイトという類になります。まあ去年の新作ではね、オリジナルカラーのダウスイが180ですよね。これの1個下モデルなんですけれども、それがこう予約販売のうち、まあ、こう売り切れて、で、その後店頭でもね、販売されてて、で、まあちょっとね、店頭でなかなか並ぶことなくて、並んだらすぐ売り切れちゃうっていう形です。で、220っていうのは割とね、まあ、でかいものなんで、タックルもすごい選ぶので、なかなか売れないというか、あんまりね、こう、がっつり売れるものではないかなっていう感じの、今、現状だと思います。で、いろいろね、こう、ネットでこう、賛否ある中で、こう、話題になってるのはあるんですけれども、今回ね、そんなダウスイの400をね、ちょっといろいろ掘り下げていこうかなと思います。おそらくね、長きにこう、バス釣りをやっておられる方っていうのは、ここ数年ね、もしくは最近始められた方なんかはね、このルアーでかすぎみたいな。まあ、高すぎ、400。まあ、とりあえずね、まあ、持ってきてるのが、まあ、こちらにあるんですけれども、ドンと。はい。これ、DRT のクラッシュゴーストってやつですね。長さ360センチですね。360センチ。360なんで、まあ、サイズ的には400なんで、これよりまだでかいですよ。ちょっと4センチぐらいのこれぐらいかな。はい。まあこのゴーストに関してはこうセッティングの手長さ変わったりするんですけれども、まあ大体これぐらいのイメージ、大きさの幅ってことで言うとこれぐらいかなと思います。まあ、今回の動画で、ね、そんなダウスイ400がまあ一般アングラーからして、まあいろんな目線でねこう見てもらって、まあ知ってもらえる動画になるかなと思います。でバスジャパンチャンネルは各種の使い方、こんな感じでちょっと話題のね商品のちょっと掘り下げだったりとか、まあその他もろもろバス釣り関係の動画を投稿しています。ぜひチャンネル登録して最新動画を見逃さないようにしていただけると嬉しいです。では早速本題に入っていこうと思います。はい。まずダウスイ400の詳細ですね。はい。ダウズスイマーのインフィニティってこうね、無限みたいな文字に400、まあ、S、まあ、8トラップみたいな感じのね、表現されてたりするんですけども、400SF、まあ、スローフローティングってものですね。まあ、220とかもそうですね。スローフローティングだったかな。はい。220SF って書いてるので、はい。まあ、要するに投げてあげて、すっくりこう浮いてきてくれるよってものになります。まあ、僕はね、ちょっとチューニングしてたりして、こう、サスペンド気味とか、デッドスローフローティングしたりとか、まあ、いろいろしてるんですけれども、まあ、そんな感じで、基本的にこう、設定としては、180、200、400って、220か。400はあんま変わらないかなと思います。で、まあ、ちょっと画像ポンって出してくるんですけど、テール部分っていうのは結構大きく変わってると思います。まあ、連結自体は増えてるわけじゃなくて、2連結だ。3連結かな。1、2、3つパーツがあって、ここのね、テールが、まあ、この220、180っていうのはこういう、要するにジョイクロとか、まあ、その他類でこうパコッとはめてあるタイプなんですけど、400に関してはここのね、ちょうどテール部分の後ろからもうこの素材が続いてるっていう感じになっております。で、長さについては、ま、さっきざっくり言ったんですけど、40センチなので、まあ、これぐらいだと思います。なので、要するに、ま、バスで言うと、各いいサイズというか、まあ、例えば、普通のそう、小規模なフィールド、もしくは、結構メジャーなフィールドでも、いいサイズ釣れたってなったら40アップ、みたいな感じで、もうすでにね、竿についてる時点で、でかい魚釣ってるっていう状況になってるんですよね。まあ、釣り方っていうのが、ま、畑さんの動画とか見ていただいた方も多いと思うんですけども、ティザー調法ってやつですね。まあ、客寄せパンダとか、ま、言われたりするんですけど、まあ、これを投げてあげて、寄せてきてるところの魚を引っ張り、でかいやつを引っ張り出して、他のルアーで釣る。っていう感じなんですね。なんか、二人一組でやるみたいな。片方がこうでっかいの投げて寄せてきて、もう片方がちっちゃいやつで、食わせるっていう作業をするっていうものらしいです。はい。で、重さなんですよね。で、この注目されるところなんですけど、重さってところが、600g です。はい。21.2 オンスってことになってます。21.2 オンスって何みたいな感じじゃないですか。まあ、言えば、このダウスイのこちら、200ですね。220っていうのが、3.6 オンス。まあ、これでもかなり重たいですからね。で、この下のサイズで2オンスになってます。なので、ま、結構デカさとしては2オンスクラスになると、まあ、ビッグベイトぐらいかなっていうことで、まあ、要するにタックルをちょっと選んでしまうっていう次元になってしまうんですよね。まあ、1オンスぐらいだとバーサタイルタックルでいけるかなって感じで、こう 3.4 オンスぐらいになると、ちょっともう専用のタックルを組まないときついなっていう感じです。で、それをね、はるかに凌駕して、この 3.6 オンスの掛け5倍ですからね、約。5倍ぐらいの、重さになってるってことになります。どう考えても5個ダウスイの220がついてると思ったら、もうとんでもない竿じゃないと扱いきれないし、タックルも選ぶし、デカさも相当なんですね。まあ、このクラッシュナインゴーストとかになると、まあ、その太さっていうところでだいぶ変わってくると思うんで、そういう部分でやっぱ違うかなと。
で、あとね、まあ、話題になってた価格の部分もあります。税込みが22,000円です。はい、もうルアーとしてね、22,000円って何なんだよって話じゃないですか。で、僕もね、正直ツイッターで高ってこうつぶやいたんですよ。で、まあ皆さんね、高いっすよね、いや、いらないっすわとかね、いろんなコメントをしていただいて、返していただいてね、僕もちょっとそれ楽しめたんですけども、で、その中で、まあ、よくよく考えてみると、まあこのサイズ、まあ比較的に正直リーズナブルなんですよ。22,000円ってルアーとして、まあタックル買えるじゃないですか、リールとか、ロッドとか、まあ、そこそこの中級スペックぐらいは買える、価格なんですけれども、結局ジャイアントベイトのクラスで言うと実は結構リーズナブルなんですよね。まあよく言うデニーロとかね、まあいろいろあるんですけども、そのクラスだともう10万クラスとかダラですし、5万でまあまあそこそこかなみたいな感じのね、もう正直3万とかでも結構安いかなっていうね、もうちょっと異次元の話になってくるんですよね。で、結構ね、勘違いされやすいところなんですけども、僕もね、正直こう、ジャイアントベイト系って、まだまだ全然未知の世界ですし、正直、理解度に関しては、多分ね、10でいうところ1。いや、1で 0.5 ぐらいだと思うんですよ。なんで、ビッグベイトとジャイアントベイトって結構同じジャンルにこう、囚われる方多いと思うんですけども、もう全くの別物だと思います。なので、これをしてる人っていうのは、もうより釣りの仕方も違うし、タックルの仕方も違うし、狙う魚も違うし、もうほぼ、トータルして、もう別の次元の話になってくるんですよね。なので、そもそもビッグビートとジャイアントビート一緒に考えてるところは、正直もう別物っていうので、そのあたりそもそも観点を変える必要があるんですよね。なので、そういった部分で価格、サイズだったりとか、もしくはその辺に関してもダウスイの400っていうのは比較で安いんですよね、あれで。どんなタックルでね、こう扱えるのかなって話なんですけども、そもそもね、ジャッカルとかシマの台分け、まあ要するに普通のその、なんていうんですかね、定番のロッドコレクションっていうのはあると思うんですけど、その中でも、まあエクストラヘビー、ダブルエクストラヘビーとか、まあもろもろあると思います。で、正直そのクラスであってもこの21オンスっていうのは扱えないんですよね。過去にね、なんか受注生産したウルトラエクストラヘビーとかいうのがあったらしいんですけれども、まあ、現行ではおそらくないかなと思います。もしこれね、詳しい方とかいたら、コメントで教えていただけると嬉しいんですけれども、まあ、例えば、ツララとか、まあ、デプスとか、まあ、その他のね、ジャイアントベイトを取り扱えるロットがないと投げれないのが現状だと思います。まあ、もしね、投げれたとしてもめちゃめちゃ負担かかっちゃうんで、まあ、魚をかけた時の、まあ、かけたというか、まあ、寄せた時、もしくは何かトラブルがあった時っていうのが非常にしんどいと思います。まあ、そんなね、ダウス400なんですけども、もうやってもビッグベイトレベルの釣りまでしかやったことない僕みたいなからするとしと、まずタックルが問題になってくるんですよね。なので、まあちょっとね、最初に言うのちょっと忘れてたんですけど、まあ結局買ってないです。はい、次ですね、なぜ販売されたのかってところなんですけど、この辺はね、そもそもなんですけども、なんで発売されたのかって部分は、畑さんがまあその動画の内で言ったのは、レコードクラスの魚を引っ張ってきて、それを釣るためっていうことでね、解説をされていました。で、まあ、冒頭で説明したティザー商法みたいな感じなんですけども、まあ、公式の動画でね、見てもらえば大体目的っていうのはわかると思います。ただね、やっぱこれは、釣り具というか、もうそのブランドとしてっていう部分もあるんですけども、釣り具のメーカー、売るものとしてってところの部分で、フィッシングショーの目玉としてね、毎年何かしら予約するって形で販売されています。まあ、前回言ったね、これ180が出た時も限定カラー出して、その後一般販売されるみたいな感じだったんですけども、今回ね、じゃあもしその同系統のものを出してしまった時に、多分ね、話題性っていうのはそこまでないと思うんですよ。まあ、あったとしても逆にその、ここで、普通にこう、ルアーをよく、良さそうだな、みたいな、あ、これ欲しいなって、パッと売れて、速乾しちゃうとか、まあ、そんなイメージなんですよね。ただ、正直このダウスの400が出た時っていうのは、めちゃめちゃ話題になりましたよね。まあ、いい意味でも悪い意味でも。で、すでにこう、バス釣りアングラーからすると、インパクトは相当あったかなと思います。まあ、そういったね、こう、ブランド的な部分で印象付けさせる時点で、まあ、ジャッカルとしてプラスになるんじゃないかなとね、正直思いました。まあ、昨今ね、やっぱ数あるブランドがある中で、その、いろんなルアーブランド、もしくはルアージャンルがあります。で、その中でインパクトを与える必要っていうのは非常にあったんじゃないかなと思います。まあ、もちろんね、こう、畑さんがね、こう、釣りをしていく上で必要性があるからっていう形で、こう、発売したのもあるんですけども、商品として販売する部分っていうのはこういうとこあるんじゃないかなと、個人的には思っております。まあ、それを見たことによって、ジャッカルの新製品に目がつくとか、もしくは、そういう、知らない人からしても、なんだこのルアーはってなった時点でもう多分ね、ジャッカル側としてはもう正解だと思うんですよ。はい、次ですね、コレクション目的ってところですね。はい、これね、もうコレクターみたいなの多分たくさんいると思います。で、まあ俺たちのね、チャンネルライブ配信で、もうパッケージもね、紹介されていました。もうめちゃめちゃね、こう、なんか所有感ある感じで、まあインフィニティのデザインがうっすら書いてある、バチッとした箱に、取ってあげるとそのまんまもう飾ることができるみたいな感じなんですよね。確かにね、これもかなりタックルを選ぶ中で、そもそも使用せずにね、置いておくだけでこうかっこいいとかいう目的も全然ありだと思いますし、そういう意図も見れるっていうのがこのパッケージにやっぱ出てるなと思います。で、カラーリングに関してもかなりこだわってるってことをまあ動画内で言ってたので、まあそういうね、カラーラインナップがある部分っていうのもこう並べておいたりとか、まあもしくは何かこう、やっぱ目につきますよね。そういう意図で、やっぱり釣り人側をね、魚を釣るっていうよりは釣り人側をね、しっかりこう釣ってくれて、かつそのコレクション要素っていうのを高めてくれるってものです。だからこのルアーのね、やっぱ固定概念というものってやっぱあるじゃないですか。魚を釣るためにルアーっていうものは絶対あると思うんですけれども、その中でコレクションだったりとか、まあ、造形が綺麗だったりとか、コロフォルム綺麗だよね、コロフォルムすごい好きだよねっていうところをね、何かしらこうプラスに変えてくれるような
ものが DAO 水の400なんじゃないかなと思います。で、そうなってくるとね、一つまた問題となってくるのが転売の話ですよね。はい、転売についてなんですけども、多分2月下旬ぐらいに発送されるっていう予定みたいなので、正直ね、転売目的で購入される方っていうのも少なからずおられると思います。なので、おそらくフリマサイトなんかも、その発送が届いた初日からね、多分出てくるのは間違いないと思うんですよね。ただね、こう実際使う目的で購入する人からすると、なかなかこう手頃な価格ではないですし、商品としてはどうなるかって感じですよね。もちろんね、定価の2万2000以上で売れるかもしれないんですけども、正直ね、これはね、あまり転売目的で売れるような流れになるのは、まあ何かしら対策を打たないというね、現状っていうのが現れるか、どちらかだと思うんですよ。まあ全然もう転売で売れないとか、もしくは転売させすぎて、じゃっからどうするのみたいな話になってくる可能性も十分考えられるんですよね。なので、おそらくね、こう受注生産になっていくことによって個数限定、まあ180っていうのは未だにちょっと転売でも高めには出たりするんですけど、それプラス個数が縛られることによって、もうプレミア要素ってめちゃめちゃつきますよね。はい。なので、それがあることによって、その要するに今後ね、転売があることにが多分ね、繰り返されると思うんですよ。で、そうなってきた時に、じゃあもう次はもう販売してしまおうという可能性も全然あり得ると思います。なのでね、やっぱりこう今、どのブランドにおいても、まあ人気ブランド、まあ例えばレイドとかもそうですけども、レイドだったり、こういうチャッカルだったり、まあチャッカルはね、比較的生産スピードっていうのは速かったりするんですけども、DRT 商品とかまあありますよね。で、そういう商品の中でも転売が続く中で、この商品を出したことによって、何かしらそういうフリマサイトでの転売とか、そういうところに関しても何かしら変化が訪れるんじゃないかなっていうところがね、ダウスイの400っていうのは実は釣り以外の部分でも非常に大きな影響をもたらすんじゃないかなっていうのがね、僕個人の見解です。はい、では今回ね、こちらね、ダウズスイマー400についてのちょっとね、話をしていきました。個人的にね、やっぱり見た時に、うわーすげーと思って、でっか、こんなん出したのかよと言いながらも、やっぱ僕も釣られてるんですよね。だからやっぱりまあ僕は動画をやってたりとか、何かしらネタ的な要素も正直あるんですよ。なんですけれども、その中で、やっぱりこれって釣り人側、もしくは何かしら釣り業界において、何かしら変化をもたらすルアーなんじゃないかなと思います。いい意味でも悪い意味でも。はい。なので、これがどういう動きになるかっていうのを今後ね、追っていくことによって、何かしらこう、ブランド的な意識っていうのも変わってくるかもしれないですし、転売に関するこう基準だっていうのも出てくる可能性も全然ありえるんですよね。なので、その中でもやっぱりこのビッグベイト、まあビッグベイトジャイアント別だよって話だったりとか、タックルめちゃめちゃ選ぶよとか、もしくはね、すでに買われた方っていうのもいろんな目的で買われたと思います。なのでね、その釣り人としてのルアーとしての観点というか、ルアーとしての目的ってところも非常にね、幅広くなってきたっていうところがね、よくわかる発売だったなと思っております。ぜひね、皆さん買われた方、もしくはね、これ買ったけどどうだったのか、どういう意図で買われたのかとか、意見とかね、そんなものもね、コメントお待ちしております。ぜひね、何か少しでも参考になれば嬉しいです。はい、では今回は以上になります。ご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネル登録、いいねボタンよろしくお願いします。バイバイ。